はい、こんにちは。美味しいものが食べたい、よしです。今日はですね、冷凍のラーメン、結構美味しい冷凍麺があるんですけどもね、これを使いまして濃厚味噌ラーメン、これを作っていきたいと思いますよ。ほんなら、いこうやか。はい、まずはね、材料の説明なんですが、今日ねちょっと使う材料が多いですね。まずはこれ、ひき肉ですね。これ本当は豚の、豚ミンチがいいんですけども、ちょっとね今回粗挽きのやつが豚がなくて、合い挽きを買ってきました。それからこれもやし、2分の1袋ですね。これ 100g で十分です。あとはネギ、ネギはね白いところが合いますんでね、白ネギと、それから人参、生姜、ニンニク、これ絹さやですね。あとはこれちょっと分かりにくいですけども、冷凍のスイートコーンですね。あとキャベツ、こちらは玉ねぎ4分の1個だけ使います。あと調味料なんですが、こちらですね、ソーミシャンタンデラックス、これずっと、それから、みりん、あとねチーマージャンっていうのを使いますんでね、すりごまとか練りごまなんかでも大丈夫なんですけどもね、それから味噌が2種類入ります。こちらね最強味噌、甘いお味噌ですね。それともう一つは信州味噌を使いますが、塩控えめっていうやつがいいです。減塩の方だとね、よりたくさん使うことができるので濃厚さが出せると思いますよ。あとね、使うものとしては、あとはね、本だし、これを使っていこうと思います。材料説明で1個大事なものを忘れてました。この、ラーメンの麺ですね、冷凍の麺使います。このね極太ラーメン全粒粉入りっていうのカトキチですね。これのやつがすごく美味しいのでね、いつも買いだめしとくんですけど、うっかり存在忘れてちょっと冷凍焼けし始めちゃったんですけどね、今日はこれを使っていきます。材料の準備をしていきます。絹さやなんですけどもね、これこっち側の太い方、筋の太い方だけね取ればいいと思いますよ。細い方そんなに苦にならないと思いますね。はい、次はキャベツを切っていきます。キャベツもうざく切りでいいですね。結構一口大ぐらいですかね、ざく切りにします。そして、こちらの人参ですね。人参は、皮むいた方がいいですね。これねどうしても煮ていく間にねこの皮の部分が黒くなっていっちゃいますからね、ちょっと今回は皮をむきましょう。3ミリぐらいの厚みで切っていきます。はい、こちらは玉ねぎですね。玉ねぎもね、5ミリぐらいの厚みで、スライスしていきます。生姜です。生姜はね、大体ニンニクと同量ぐらい、8g ですねぐらい使っていきましょう。これみじん切りにします。はい、次はねニンニクをみじん切りにしていきます。ニンニクは真ん中でやるとまな板に染み込んじゃいますのでね、匂いがね、ちょっとなるべく端っこでやった方がいいと思いますよ。はい、そして最後にねネギを刻んでいきましょう。これ普通にこっちから切っていけばいいです。はい、ではね、調味料の方を測っていこうと思います。まずねチーマージャン一番最初に、ボウルに入れます。チーマージャンね結構下が、固まってますんでね、よくこうかき混ぜて、底の方からかき混ぜて使うといいと思いますよ。はい、これがね、
よいしょ。10グラムですね。はい。そこへ、このシャンタンデラックスですね。ちょっと冷蔵庫から出したばっかりなもんですから硬いですけどね。常温になってるともうちょっと柔らかいですから使いやすいと思いますよ。はい、こちらのシャンタンデラックスが5グラムです。はい、この、2つの入れたところでね、味噌、これは信州味噌とこれは西京味噌ですね。あらかじめ測っておきます。よいしょ。この段階で一回ちょっとかき混ぜて、硬いですからね、頑張ってかき混ぜてください。そこへ、みりんですね、大さじ2杯入れましょう。で、これをよくかき混ぜます。はい、こんな感じでね、滑らかになるまでかき混ぜます。はい、ではね、こちら混ぜた味噌だれの方ですね、これに熱湯 500cc です。 500cc 混ぜていきます。最初ね、少しずつ溶かした方が溶けやすいですね。はい、では作ります。なるべくね、底の深い、フライパンが使いやすいと思いますよ。まだこれ火つけてないです。いきなりね、ひき肉を入れちゃいましょう。で、火をつけて、もうすぐにね、ニンニクと生姜のみじん切りですね、これ入れちゃいます。人参はね、ちょっと柔らかくなるまで時間がかかりますんで、先入れちゃいましょう。はい、人参じゃないな、ニンニクと、生姜のね、香りがふわっとこう立ってきますんで、そうしましたらね、お肉全然生でも全く構いませんので、玉ねぎ入れます。そして、キャベツも入れましょう。全体に油が馴染んだ時点でね、もうトウモロコシも入れちゃいます。はい、そうしましたらね、さっき作ったスープですね、これを一気に入れます。で、火を強めて、再沸騰を待ちましょう。はい、ではね、周りがこうブツブツとしたらもういいですね。凍ったままの麺を入れていきます。はい、さらにもやしを入れます。絹さやも入れましょう。はい、ではね、ほぼ完全に沸騰してきました。麺の方もね、完全に溶けたみたいですね。そうしましたら、最後仕上げにね、こちらは本出汁ですね、これを入れていきます。はい、ではね、最終的にちょっと味のチェックをしていきましょう。若干薄かったですね。醤油を大さじ1杯入れてください。
はい、では盛り付けましょう。はい、まずは麺をね、一緒くたに煮ちゃってるんで、あの麺だけを下にっていうのがなかなか難しいですけどね、なるべくなら麺が下になった方がいいですね。はい、ではこれをざっといっぺんにいきますよ。はい、ちょっとこれ丼が小さかったかな。よいしょ、ちょっとこれ溢れそうですね。で、最後にね、刻みネギを入れて、はい、じゃあね、早速食べましょう。さあ、まずスープかな。いただきます。めちゃめちゃうめえ。うん、あ、すんごい。これカツオの風味もあってね、まあ、いわゆる、ダブルスープみたいなもんですよね。ひき肉の方からね、すごくいい味が出るんですね、これ。はい、じゃあ麺の方ね、いただきます。これニンニクと生姜のね、風味もすごい効いてるしね。いや、これめちゃくちゃうまいな。熱っ。ニンジンが甘くて美味しい。食べてる時ってほんと幸せですよね。もう汗が、今汗だけ必死ですからね、今日ね。あのタオル用意しておりました。濃厚、してみましょう。これはね、七味唐辛子よりも一味唐辛子の方が合うと思いますよ。これいいですね。僕はあのすごい猫舌なんですけどもね、あのこの麺わかるかな、あのすごいうどんみたいに太いんですよ。稲庭うどんより太いんじゃないかな。この太い麺のおかげでね、まだ全然伸びてないですね。ちょっとさすがに今日は僕もあの食べるのがそんなに早くないのでね、あの多分これは編集であの早送りしてると思うんですけどもね。うん、あの濃厚っていう、のを歌ったラーメン屋さんすごく多くなってきたんですけども、その僕の考える濃厚っていうのはもうしょっぱい濃厚じゃないと思うんですね。あのしょっぱいお店が多すぎちゃってあれなんですけど、あえてこう味噌なんかでも減塩を選んだりとか、それから
本当だったらね、本だし使わないでカツオだし、普通にカツオから取ればいいんですけども、それはさすがに手間がかかっちゃいますからね、本だしを使いましたら、なるべく塩度の低いものを使っていって、その何ですか、味噌本来の濃厚さだとか、あとは豚肉の持ってる、今日はちょっと合いびき使っちゃいましたけどね、豚肉の持ってるその、旨味成分だとか野菜の甘みだとか、そういったものがこう濃厚、ギュッと濃縮された濃厚が本来の、濃厚ラーメンだと思うんですね。まさにこれは濃厚ですよ。いやこれ本当に美味しい。で作り方もね、調味料合わせたりとか結構面倒は面倒なんですけど、まあ言ってみればフライパン一つで作れるわけですからね、そんなに難しい技術も必要ないです、調味料合わせるのだけクリアすればもうあとはね、もう本当にあっという間にできちゃうような料理ですんでね、これぜひ皆さんねちょっと、作ってみてくださいよ。もう本当に美味しいですよこれ。ご視聴いただきましてありがとうございました。